皆さん、ネオ美女図鑑へようこそ。今回は柔らか美ボディ菊池ひなさんをご紹介します。動画をご覧になった後、高評価、チャンネル登録、コメントをぜひよろしくお願いいたします。菊池ひなさんは2004年生まれの現在19歳のグラビアアイドルさんです。中学2年生の時に母親の勧めでミスティンジャパン2020に応募してエントリーされ、関東地区代表としてファイナリストに進出されました。その際はグランプリの受賞こそ逃したものの、芸能事務所ブルーレーベルにスカウトされ、15歳で芸能界への道を歩み始めました。一方、並走しながら応募していた講談社のミス ID2020 でもミス週刊少年マガジンを受賞されました。2021年10月に講談社から初の写真集「羽ばたき」を発売されており、女優を志すひなの表現力が溢れている一冊になっており、可愛さがよく表現されている写真集になっておりました。グラビア界とは少し距離を置いたその菊池ひなが写っており、エロティックよりも健康美というメインの写真が多かったです。2022年12月5日に集英社のデジタルコンテンツを対象にしたグラジャパンワード2022で優秀新人賞を受賞されております。今年の2月には高校卒業を記念した2冊目の写真集「モーメント」を集英社から発売されております。綺麗な海で撮影したいという本人の希望もあり、沖縄を中心とした南国で撮影され、最後の制服姿、南国での水着姿、18歳になった大人びた姿などメモリアルな写真集にふさわしく、彼女の魅力がぎっしり詰まった一冊となっております。一冊目の写真集よりも明らかにバストが大きくなって非常に魅力的な写真集です。現在は女優としてドラマや映画にも多数出演するなど幅広く活動をされております。個人的にも今後の活動が楽しみな女性アイドルさんです。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひチェックしてください。